バイカルアザラシは、五乳鋼食肉木アザラシかゴマフアザラシ属に分類されるアザラシ。ロシアにおよそ9万頭生息する。カキは湖全体に分布するが、冬季には北部へ集まり、そこで越冬する。体長100から140センチメートル、体重50から90キログラムと、他のアザラシより小型である。体毛は、 全体的に暗い肺褐色であるが、脇腹は黄色がかった灰色である。ヒレ状の前足は大きく発達し、シタ端には鋭い爪を備える。バイカルコの透明度の高い水中において、四角で獲物を探すため、眼球が非常に大型化している。その眼球を収めるために眼下に挟まれた前頭骨は、わずか3ミリメートルにまで幅を狭めている。また同時に、 眼下後方に存在する顎を動かす側頭筋の付着部も小さくなってしまっている。その代替として抗菌が発達することで、その機能を補っていると思われる。葉は特殊なギザギザを備えており、小さな獲物を捕らえた時に、口の中から水を排出するのに役立っていると考えられている。世界で唯一の淡水の実に生息するアザラシ。サイマーコ。 ラドガ湖にもアザラシは生息するが、ワモンアザラシは海水と淡水の両方に生息する。北極海のアザラシが河川をたどってバイカル湖に達して陸風されたことで独自の進化を遂げたとされる。潜水を得意とし、数十分の間潜水し続けられる。肉食性でバイカル湖の生態系の頂点にあるとされる。カジカなどの魚類を主食とするものと考えられてきたが、 近年の研究では浮遊性の横エビの一種、マクロヘクトパスブラニーキーを1日4300匹も捕食していることが明らかになり、魚類より栄養段階の低い横エビを捕食することが栄養の乏しい環境で反映できる要因の一つと考えられている。主に単独で行動するが繁殖期には同じ相手とつがいになる。妊娠期間は9.5ヶ月であり、 白い毛皮を持つ子供を一頭出産する。毛皮は6から8週間後に大人と同様の灰色のものに生え変わる。寿命は50から55年で他のアザラシに比べて長い。有史以前より肉、毛皮を取るために捕獲されている。現在ではロシア政府の許可により3000頭、年の商業捕獲が行われている。日本では美和公博物館などいくつかの施設で展示される。 また、一般に、バイカルアザラシは、演技をさせるのが難しいが、箱根園水族館は日本で、初めてのバイカルアザラシのショーを成功させ、2008年4月から行っている。箱根園水族館では俗に、温泉アザラシという呼び名を用いている。国際自然保護連合により、2008年から、軽度懸念と評価されている。リーストコンサーン、ありがとうございます。